の者、この霧が晴れ次第進軍する。今は次なる戦に備え休むがよい。アホー、皆さっきの進軍の疲れを癒せ。休息も仕事のうちぞ。それなりに参りなさい。はい、雪村様。大将も随分らしくなってきたじゃないの。せ、敵心、うぅ、キリに通って、ごはん。忍び込ませた、だと。何やってんだ、俺様。こせ、やつら、キリを払うつもりか。いざ、尋常に。もう終わっておったのか。時間稼ぎ、ご苦労さん。あとは俺様に任せな。万夫不当だぞ。そのようなものまやかしだ。バッサバッサと競技に惚れ惚れするしかねえや。優秀な俺は突如として反撃の策を思いつかない。霧を利用したにしてもうまく忍んだね。おたくさん、うちで働いてみない。油断するなよ。せっかく大将らしくなったんだからさ。これが時の運ならば、それがしら神を呪おう。帝国だというのに、サスケからの報告がない。何かが起こっている。武田の未来、我らで担うと決めたのだ。さすがに反撃の呪しも上がるまいて。神聖なる殺武将の殺霧に紛れての奇襲、見事なり。だがこの雪村、親方様のもとへは参らせぬ。さあ皆休もう。この霧が我らの姿を隠してくれている。上杉様、いざ勝負。若き日の姉です。きっとこの闇陣の総取り、これぞ戦の醍醐味にござる。かく、皆親方様を守れ。ブルーこと、たける炎がごとく鋭き、凍てつく氷のごとし。たかが霧と穴子もと、すべてはわしの油断よ。もうちょい親孝行しとくんだった。よしてる公のもとまで。あなたさ、分身と貝の虎の双璧か。さぞ壮観であったろうな。わしも老いたわ。見定め、導く、それが私の宿業。どうにも切なきものです。